素敵な話、誰から聞いたの？親父。あなたのお父さん。子供を捨てた親ってみんなそうなんですか？だとしたら無責任すぎるよ。最後の姿を見てあげてよ。送り人。皆さんそれぞれ多かれ少なかれ何らかの形で別れを経験していらっしゃると思いますので、きっとそのことが蘇ったり、もしくは、これから行くのが近い方もいらっしゃるかもしれませんし、肉親を送るというのが近い方もいらっしゃるかもしれませんし、また若い方が見たら、山崎さんとのご上司との信頼関係の築き方とか仕事への誇りとか、そういうような多分こう皆さんの経験の中でこう自分の中にこう感じるものがあるんじゃないかっていうことで、また今日、日常生活に戻っていくときにこういろんなことをこう考え直す、きっかけになったらいいなって思っています。私もこの映画を通じて、その死であったり生きていくことのその尊さと、それとその死を受け入れる姿勢だったりとか、すごくそういうものが自分が変わったと思っています。この映画に出会えたおかげで、私自身のことで言えばすごく大好きだったおじいちゃんとの別れを、この映画に出会ったおかげですごく悲しみだけではなくて、とてもいい形で迎え合えたと思っているので、皆さんもそれぞれに、近くに今死だったり病気だったりそういうものがあってもなくても、この映画を通じて生きていくことに前向きに、なんかそういうふうに感じ取っていただけたら嬉しいなと思います。俳優は人を感動させる仕事なんですけど、見終わった後に自分も感動してしまい、死という場面がいっぱいあるんですが、逆になんか命が喜んでいるって、そんな気分になりました。私ももう半世紀生き、これからのどういうふうに死を迎えようかということを考えながら、時間を過ごすことができました。お稽古の時に私が死んで寝てたんですけれど、その時にまだ撮影がまだいぶ先にあるにもかかわらず、本木さんがあまりにも上手になさるんですよ。それで、あ、これは私も真剣に死ななくてはいけないなと覚悟してこの撮影に臨みました。そして出来上がったのを見て本当に嬉しかったです。優しい映画で、気持ちがとってもなんかこう清潔に気が流れるみたいな感じで見ておりまして、自分が死ぬとこもしっかり泣きました。本当に映画でありがとうございました。自分が送られ人になる頃、老いた自分がなんか、かつての名作みたいなことで再放送でこうテレビであんな仕事やったなぁなんていうふうに、見れるといいななんてことを想像してますので、そのようになるためにはぜひ、多くの方に応援していただかねばなりませんので、ぜひ、皆さんそれぞれ宣伝部長としてよろしくお願いします。